はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。三歩よしの堅実な地に足をつけたネット物販の情報発信をすべく、こちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画参考になったなという方は、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は俗に言う転売屋ヤーや無在庫転売屋ヤーは、目の前のお金を掴むことに躍起になりすぎて、長い目で見て自分を窮地に追いやっているという話をさせていただきます。例えば、中国のアリババという卸市場サイトから商品を購入して、 日本のアマゾンで売っているという中国輸入スタイルの物販をやられている方は多いと思います。その中で無在庫転売といって で先に商品を販売してしまってお客さんの注文があった後そそくさとアリババから商品を買い付けてお客様に送るというやり方を行っているギターな野郎が多いんですね皆さん身の回りにも受注生産品ってありますよねだから無在庫転売もマットなやり方なんですって吹聴している輩がいますが例えば希少なマホガニーという木材を使って でギターやベースを作るときは先に商品を作っておくとその木材を無駄にしてしまう可能性があるので受注生産注文があった後作りますっていう形をとっています他にも例えばオーダーメイドみたいにお客さんに合わせてカスタムするような商品だったりだとか職人さんが時間をかけて作るような商品に関しては注文があってから制作をするっていうやり方も皆さんご納得いただけると思うんですねしかしながらアリババに何千 何万とゴロゴロとすでに転がっている既存品をわざわざ無在庫転売にする理由って何でしょうか無在庫転売がいいよって言っている輩が言うことっていうのはセラーの資金が必要ありませんお客さんから注文があった後買い付けるので初期投資っていうのがそこまでコストかけずに進めることができますっていう話なんですがそれはセラーの勝手な都合ですよねお客さんにしてみれば先に商品をしっかりと検品、梱包、品質管理、在庫のコントロールを なっったたた上ででの倉庫ににににストックししておき注文ががあった後すすぐに手に入るような状況にした方がいいわけですネットビジネス関係のうさんくさい商売っていうのは結局二つのポイントが論破するポイントとなります一つ目っていうのはそもそも得体が知れないビジネスを進めているっていうパターンもう一つっていうのはお客さんの方に目が行っていないっていうパターン大抵はこの2点っていうのがその商売がうさんくさいか否かっていうのを見極めるポイントになると思います さて、別の観点から見ていきましょう。中国アリババの商材を日本のお客さんが購入するとき、アリエクスプレス、通称アリエクと呼ばれるサイトがあります。そのサイトを使えば皆さんが個人的にアリババ業者から直接日本語で住所などを記入して商品ページから商品を購入することができます。アマゾン物販セラーがわざわざアリババとお客さんの間に突っ立って商売をまっとうに行っていけるっていうのは我々がお客様の代わりに諸々 もののリスク、手間、労力、そういったものを被っているので、その分少し上乗せして請求させてくださいっていうことが成り立っているっていう話なんです。では無在庫転売や俗に言う転売セラーっていうのはどうでしょうか。間で品質管理、在庫のコントロールを行っていませんよね。転売セラーはただ右から左に商品を流しているだけです。無在庫転売はお客様が商品を購入した段階で、まだその商品が写真と同じかどうかっていうのもしっかりチェック できていません品質だとか本当にアリババ業者に在庫がまだあるのかっていうことも確認できていませんアリババのサイト見れば在庫残りいくつって書いてあるんですがあれは全く当てにならないからですつ、うん、まるところセラーの存在自体が何かしらの付加価値になっていないと商売は長い目で見て続くはずがないにもかかわらずそういったセラーたちは目先の利益先に買い付けるというちょっとした資金リスクっていうのを払拭したいがために他の重要な 自分の付加価値を全部排除してしまっているってことなんです長い目で見て自ら自分を不利な立場窮地に追いやっているっていうことに他なりませんだから転売や無在庫転売はやめましょうご自身の価値がない商売を続けていると長い目で見て良くないばかりか人として成長できないし充実感っていうのも得ることはできないと考えています特にもし無在庫転売を進めている動画があってそれに対して気になる点があればぜひコメント欄 で教えてててくだださいいいい url 貼り付けていただいても構いませんその動画の内容っていうのを全部私が解説して場合によっては論破と言いますかだから違いますよっていう話をさせていただきたいと思います最後までご清聴くださりありがとうございます